遅れは仕方ないよ。また来よう。次は午前中に来ようよ。限定のフルーツサンド買ってそのままピクニックに行きたいずら。それいいね。よしこちゃんどう？私も行きたいけど、私が一緒だとお天気が。晴れてなくてもピクニックはできるずら。まるのうちで食べようよ。じゃあそれで決まりだね、よしこちゃん。仕方ないわね。次変えた時はそうしてあげてもいいわ。あとよしこじゃなくてヨハネよ。新月の闇をまとい、ヨハネ降臨。待たせたわね、リトルデーモンたち。今宵もヨハネと闇の夜会を楽しみましょう。ところで、スクールアイドルファンサイトの存在を認識しているリトルデーモンはいるかしら。さすがヨハネのリトルデーモン。いい質問だわ。今宵はそのことでリトルデーモンたちの意見を聞きたいの。それはヨハネがより魔力を上げるための挑戦についてよ。当然ヨハネには完璧な計画があるわ。けどせっかくだし、今回はリトルデーモンたちのリクエストに応えてみてもいいと思ってるの。深夜に廃病院？却下よ！却下！別に怖いとかじゃないわよ。でもそのいろいろあるの。ヨハネのような魔力の高い打天使がそういうところに行くと霊的バランスがとか、そういうことが。とにかく霊とか心霊スポットはなし。次よ。空を飛ぶことのできる打天使にとっては何のチャレンジにもならないでしょ。言っておくけど怖いとかじゃないんだからね。だからそういうのじゃないんだってば。はあ、なかなかいいチャレンジが見つからないわ。リトルデーモンに頼らず、自分で見つけないといけないってことかしら。私のチャレンジ。おはよう、ヨシコちゃん。おはよう。おはよう。ねえねえ、沼津ウォークラリーの話、聞いた？沼津ウォークラリー？何それ？地図に書いてあるチェックポイントを回ってスタンプを集めたり謎解きをしたりする商店街の企画ずら。へー、楽しそうね。なんと達成した人全員に商品があるんだって。そうそう、商店街の人たちが商品を出して1位の人から順に好きなものを選べるらしいよ。ほら見て、このチラシ。へえ、いろんなお店が商品を出してる。どんな不幸も吹き飛ばす幸運の女神像ですって。え、そんなのあった？ああ、骨董品屋さんの商品ずら。この女神像、ちゃんとした言われがあるって言ってたずら。確か、この女神像を拝んで漁に出れば、必ず晴天の上大漁で村の守り神だったとか。これよ。これだわ！ヨハネのアクアチャレンジはこれ！幸運の女神像を手に入れるわ！
幸運の女神像か。これがあれば私の不運にも打ち勝ってくれるはず。私のせいでアクアのみんなが困ることだってなくなる。それにもう限定のスイーツだって売り切れにならないし、ピクニックだっていい天気になるわ。ルビー、ズラマル、楽しみにしてなさい。私のアクアチャレンジでアクアを幸運に導く。